トマス・レイヴンズ・クロフト、トマス・レイヴンズ・クロフトは17世紀初頭のイングランドの作曲家、音楽理論家、楽譜編集者。イングランドの民謡や俗謡を集めた曲集を出版したほか、キャッチや臨床のような世俗の重賞曲の作曲家としても活躍した。1594年のセントポール大聖堂の聖火隊員名簿に1600年まで在籍したという、 トマス・レーニスクロフトの名が残っており、どうやらこれがレーブンズクロフトのことらしい。ケンブリッジ大学にておそらく1605年に博士号を取得している。レーブンズクロフトの主要な業績は民謡の修正である。キャッチ、ラウンド、街路の売り子の呼び声など、無名の地の音楽をパメリア、チューテロミリア、メリスマータの3冊の曲集にまとめ上げた。曲集中のいくつかは、 レイヴンズクロフトの名が知られないままに有名になったものが多く、例えば3つのネズミスリーブリントマイスのような例がある。1621年には紙編全書ザホールブック・オブ・サームスを出版している。作曲家としてはほとんど忘れられているものの11曲のアンセムや3つのモテット5世のブロークンコンソートのためのファンタジアを残しており、 大抵の作品は流霊なルネサンスポリフォニーの伝統に則っ,っている。音楽理論家としては、オトドビンランエブリーフディスコースオブザトゥルーユーズオブキャリクト、リングザディグリーズや音楽論エイトリーテスオブミューシックのような著作がある。ありがとうございます。